議会の議決もなしで、町長の独断で、次々と事業を進めてしまうというのはあまりにもこう住民軽視、議会軽視。訴えを起こしたのは上町に住む50代から80代の住民15人です。訴えによりますと、上町は2020年3月、町内で風力発電施設の建設を進める事業者 JRE 宮城神との間で町有地の貸付契約を結びました。この契約について原告は、資産の強制執行や差し押さえなどの権利を事前に放棄するなど事業者に有利な内容になっているにもかかわらず、議会の承認を経ずに町長の権限で契約を締結したのは地方自治法に反していると訴えています。その上で町長に対し、契約が是正されるまで事業者に土地を使用させないよう求めています。進んでいます。まともに上町に覆いかぶさるような問題が起きるんじゃないかと。この契約書はおかしい。上町は提訴については内容を確認していないのでコメントは差し控えるとしています。